田中豪キャプテンです。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。1対3というスコアでしたけれども、はい、まあ、スコアもそうですが、今日の内容はどのように考えてますか？もう1ピリンピリが全く良くなかったので、まあ、それに尽きると思うんですけど、やっぱり自分たちのプレーもできてなかったですし、まあ、システム的な部分でもちょっとこう簡単に相手にシュートまで行かせている部分もあったので、ちょっとなかなか波に乗れなくて、まあ、本当内容的にもあんまりというか全然良くなかったゲームでした。はい。その中でも収穫っていうのはありましたか？でも体にはすごくいってましたし、まあ、パックをキープできればアタッキングゾーンで長くプレーもできてましたし、フォワード陣結構ガンガンフィニッシュもいってて、まあ、相手の嫌がるプレーもできてたので、そこはいいところなので、まあ、そこから攻撃につながるプレーとか、シュートまで強引に行くとか、今日はそこでパックを取った後に自分たちのミスを失ったり、イージーなプレーが多くてゴールまで行ってなかったので、まあ、そこをしっかりやれればもうちょっと攻撃的なプレーできたと思います。キャプテン自身は帰ってきて初めてチームに合流してのプレーシーズンマッチですが、はい、ご自身のコンディションはどう感じました？いや、ちょっとまだまだだと思いますし、でもなかなかこう僕も合流してまだチームメイトと5回ぐらいしか練習してないんで、ちょっとまだこう感覚っていうかつかめてないんですけども、まあ、それは言い訳にできないですし、もうすぐ開幕なんで、まあ、あと残り、1週間しかないんですけど、まあ、そこでいい調整して、まあ、開幕までにはしっかり、いい調子にしたいと思ってます。あと5日で開幕になりますが、はいはい、開幕戦に向けての思いをお願いします。はい、本当にホームで開幕迎えれるってことはすごく自分たちにとっていいことですし、たくさんのファンの皆さんの前でプレーできるので、まあ、そのアドバンテージを生かしてフリービレーズらしいホッケーしたいと思ってますし、まあ、土曜日はもう最初から全力でガンガン飛ばしてハードにやっていきたいと思ってます。はい。18番水内尚太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。今日のゲームの感想からまずお願いします。そうですね、まあ、出だしと1ピリ2ピリとやっぱりうちのホッケーができなかったっていうのが最終的に、まあ、負けた原因だなっていうふうに思ったので、やっぱり立ち上がりから自分たちのホッケーをやっていかないといけないなって思った試合でしたね。まあ、今日は開幕前ラストのプレシーズンゲームでしたが、はい、こうテーマとしてはどんなことを考えて今日臨みましたか？そうですね、僕らは本当に代表組はプレシーズン1試合しかないので、やっぱり少しでも多くコミュニケーションを取って、まあ、セットでもそうだし、あとはスペシャルプレーの、まあ、確認というか練習でやったことをできるようにっていうのは意識して、まあ、シーズンにスムーズに入っていけるようにっていうのを意識してやりました。1セット目での起用となりまして、はい、パワープレイでも、1つ目のユニットで起用されましたけれども、はいはい、今日はやってみていかがでしたか？そうですね、やっぱり、まあ、すごいいいプレイヤーと組ませていただいているので、まあ、僕は本当にどんどん、まあ、足を使って自分のプレーを出すだけだと思っているの で、まあ、クリスさんの期待も感じているので、すごい充実感のあるところで今やらせてもらってるなっていうのは感じます。開幕直前ですが、まあ、さっきも代表遠征から帰ってきたばかりですけど、はい、コンディションなどはどうですか？コンディションはすごいいいです。2年目のシーズンになりますが、どんなシーズンにしたいと意気込んでますか？そうですね、やっぱり今年のテーマは僕自身飛躍っていう風にしたので、まあ、結果もそうですし内容もそうですし、全てにおいて、まあ、今年は飛躍できるように頑張っていきたいと思います。じゃあスコアの面でもということになりますか？はい、分かりました。プレシーズンですが、多くのファンが集まってくれました。はい、来週の開幕戦に向けて意気込みを、サポーターに一言お願いします。そうですね、やっぱりホームとプレーオフの最後のファイナルからの久しぶりのホームの試合だったので、やっぱりホームの試合っていうのは、まあ、熱い応援があってやっぱりいいなって思いましたし、まあ、そういうファンの皆さんの前でやっぱり勝利っていうものを勝利でやっぱ恩返ししていかなきゃいけないと思うので、そういった意味でやっぱり開幕は絶対勝って皆さんと一緒に万歳できるように頑張りたいと思います。
クリス若林監督です、今日のゲーム1対3というスコアになりましたけれども、今日のゲーム振り返っていただけますか。そうですね、まあ、ちょっとあまり連携がうまくいってないのと、まあ、自分たちのスピード、そのゴールに向かうプレーが、まあ、3ピリまでできなかったというのが非常に、大きな、まあ、敗因のポイントだったと思います。まあ、なかなかシュートにもいけないという立ち上がりから中盤でしたが、そのあたりの原因どんなところかと思いますか。そうですね、やはりその、まあ、フェンス際にパス出して、でそのサポートが、なかったの で詰められて、でパック取られる状況が、多かったのと、あと2ピリも、まあ、ターンオーバーが14個ありまして、まあ、非常に1試合でも多い数なんで、そこで、まあ、パック取られすぎてあまりパック持てることができなかったということですね。もう課題がもうはっきり浮き出たという考えた方がよろしいんでしょうかね。そうですね、まあ、3ピリみたいな、まあ、展開、まあ、スピード、気迫があれば、それを60分できれば、問題ないと思うんですけど、選手一人一人がそういう、まあ、気持ちで、まあ、危機感を持って、やらないといけないというところがあると思います。来週の土曜日がもう開幕となりますが、まあ、限られた日数時間になりますが、どんな調整をしようと思いますか。そうですね、まあ、スペシャルプレーの、まあ、コミュニケーションをしっかりやるのと、まあ、やはりそのフリーブレーズのハードワーク、それをまあコンスタントに、ずっとできるように、それをもう一回、植え付け直さないといけないと思います。クリス若林監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。